忘れられない贈り物。アナグマは賢くて、いつもみんなに頼りにされています。困っている友達は誰でもきっと助けてあげるのです。それに大変年をとっていて、知らないことはないというぐらい物知りでした。アナグマは自分の年だと死ぬのがそう遠くはないことも知っていました。アナグマは死ぬことは恐れていません。死んで体がなくなっても心は残ることを知っていたからです。だから前のように体が言うことを聞かなくなってもくよくよしたりしませんでした。ただ、後に残していく友達のことが気がかりで、自分がいつか長いトンネルの向こうに行ってしまっても、あまり悲しまないようにと言っていました。ある日のこと、アナグマはモグラとカエルのかけっこを見に丘に登りました。その日は特に年を取ったような気がしました。あと一度だけでもみんなと一緒に走れたらと思いましたが、アナグマの足ではもう無理なことです。それでも、友達の楽しそうな様子を眺めているうちに、自分も幸せな気持ちになりました。夜になってアナグマは家に帰ってきました。好きにお休みを言ってカーテンを閉めました。それから地下の部屋にゆっくりと降りていきました。そこでは暖炉が燃えています。夕ご飯を終えて机に向かい手紙を書きました。指椅子を暖炉のそばに引き寄せて静かに揺らしているうちに、アナグマはぐっすり寝入ってしまいました。そして不思議な、でも素晴らしい夢を見たのです。驚いたことにアナグマは走っているのです。目の前にはどこまでも続く長いトンネル。足はしっかりとして力強く、もう杖もいりません。体は素早く動くし、トンネルを行けば行くほどどんどん速く走れます。とうとう、ふーっと地面から浮き上がったような気がしました。まるで体がなくなってしまったようなのです。アナグマはすっかり自由になったと感じました。次の日の朝、アナグマの友達はみんな心配して集まりました。アナグマがいつものようにおはようを言いに来てくれないからです。キツネが悲しい知らせを伝えました。アナグマが死んでしまったのです。そしてアナグマの手紙をみんなに読んでくれました。長いトンネルの向こうに行くよ。さようなら、アナグマより。森のみんなはアナグマをとても愛していましたから、悲しまない者はいませんでした。中でもモグラは、やりきれないほど悲しくなりました。ベッドの中でモグラは、アナグマのことばかり考えていました。涙は後から頬を伝い、毛布をぐっしょり濡らします。その夜、雪が降りました。冬が始まったのです。これからの寒い季節、
みんなを暖かく守ってくれる家の上にも雪は降り積もりました。雪は地上をすっかり覆いましたけれども、心の中の悲しみを覆い隠してはくれません。アナグマはいつでもそばにいてくれたのに。みんなは今どうしていいか途方に暮れていたのです。アナグマは悲しまないようにと言っていましたが、それはとても難しいことでした。春が来て外に出られるようになると、みんな互いに聞きしてはアナグマの思い出を語り合いました。モグラはハサミを使うのが上手です。一枚の紙から手をつないだモグラが切り抜けます。切り抜き方はアナグマが教えてくれたものでした。はじめのうち、なかなか紙のモグラはつながらず、バラバラになってしまいました。でもしまいに、しっかりと手をつないだモグラの鎖が切り抜けたのです。その時の嬉しさは、今でも忘れられない思い出です。カエルはスケートが得意です。スケートを初めてアナグマに習った時のことを話しました。アナグマは、カエルが一人で立派に滑れるようになるまで、ずっと優しくそばについていてくれたのです。キツネは子供の頃、アナグマに教えてもらうまでネクタイが結べなかったことを思い出しました。幅の広い方を左に、狭い方を右にして首にかけてごらん。それから広い方を右手につかんで、狭い方の周りにくるりと輪を作る。輪の後ろから前に広い方を通して結び目をキュッと締めるんだ。狐は今どんな結び方だってできますし、自分で考え出した結び方もあるんです。そしていつもとても素敵にネクタイを結んでいます。ウサギの奥さんの料理上手は村中に知れ渡っていました。でも最初に料理を教えてくれたのはアナグマでした。ずっと前、アナグマはウサギに生姜パンの焼き方を教えてくれたのです。ウサギの奥さんは初めて料理を教えてもらった時のことを思い出すと、今でも焼きたての生姜パンの香りが漂ってくるようだと言いました。みんな誰にも何かしらアナグマの思い出がありました。アナグマは一人一人に別れた後でも宝物となるような知恵や工夫を残してくれたのです。みんなはそれで互いに助け合うこともできました。最後の雪が消えた頃、アナグマが残してくれたものの豊かさで、みんなの悲しみも消えていきました。アナグマの話が出るたびに、誰かがいつでも楽しい思い出を話すことができるようになったのです。ある暖かい春の日に、モグラはいつかカエルとかけっこをした丘に登りました。モグラはアナグマが残してくれた贈り物のお礼が言いたくなりました。ありがとう、アナグマさん。モグラはなんだかそばでアナグマが聞いていてくれるような気がしました。そうですよね。きっとアナグマに聞こえていたに違いありませんよね。